見た目年齢がマイナス5歳に見えるスタイリング方法を教えちゃいます。はい、ということで始まりました、みさきの部屋です。あ、よろしくお願いします。渡辺ですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日は、老けて見える髪型あるじゃないですか、うん、はい、結構お客様でも結構悩み聞きますね。その原因っていうのが、老け目がばっかり分かれてしまっているっていうのと、根元に張り腰がなくてペタッとしがちっていうのが、老けて見える髪型の原因なんですけど、これを解決する方法を3つ紹介したいと思います、はい、これは、うん、サロンワークでも私もお客様に教えてるポイントなので、ぜひ参考になればなと思います。それでは動画スタート。今何もしてない状態の私のこのトップの状態なんですけど、結構パックリ分かれててペタッとしちゃってます。1つ目は手を使っていきます。手だけでこの分け目の毛流れを変えていきます。前髪の一番高いところから後ろに髪の毛を流していきます。これだけで分け目がなくなって、前から見た時にもふんわりなってくれます。この状態で根元の部分をつまんで中に空気を入れるようなイメージでスプレーをかけてあげると1日持続します。2つ目の方法はコームを使った方法です。分け目に対してまっすぐにコームを置いて少し立てていきます。分けるときはジグザグに分けていくんですけど、行き過ぎるとちょっとバランスが悪くなるので、両サイドに1センチずつくらいをイメージして分けていきます。こんな感じで分けます。3つ目の方法は分け目を変えることです。夜髪の毛を乾かす前に、いつもよりも左右どちらでも大丈夫なので、違う位置で分けてあげて、この位置で乾かしてあげます。この状態で寝て朝起きた時にいつもの分け目の位置で分けてあげると、ふんわりしやすい髪型になってます。はい、ということで三崎さん、ありがとうございます。いかがでしたか？わかりやすかったと思います。ありがとうございます、まあ、ポイントとしてはね、3つ。まず1つ目は後ろにね、毛流れを変える。人によっては、まあ、後ろでもいいし、ちょっと横だったり斜めだったりとか、はい、ボリュームが出やすい位置って皆さんそれぞれ違うので、そこはちょっと鏡を見ながら分け目というか、こう毛流れを変えていってもらうと、はい、ふんわりとしやすいです。ただ今回はこう後ろでやったって感じだけど、そうですね、うん、はい、っていうのと、で次にもう2つ目がコームを使ってやるんですけど、はい、ポイントとしては大体ね、皆さん寝かしながらこうジグザグするんですけど、頭皮に対して立ててでジグザグやったり、で奥行きは大体1センチぐらいやな。そうです。この分け目に対して1センチ1センチっていうこうずらしていきながらやっていく、はい、そうすることによってそのままね、後ろにこうスーッと引っ張ってあげると綺麗に分け目パッとなる。そうです。ジグザグにしてパッて分けるときって結構皆さんね、難しいって言われるんですけど、そのまま後ろにスーッと引いてやってあげたら結構綺麗になるかなと思います。でその方法もぜひ試してもらって、で最後分け目を変えて寝る、はい、でそれやっぱ一番ポイント、はい、でやっぱその濡れてるとき、お風呂上がりのときって結構もう美咲さんやったら真ん中で分かれがちで、そのまま皆さん乾かされる方って結構多いじゃないですか。でそれをもうわざと分け目を違うところに変えて乾かす、はい、だから普段と違うところで乾かすって感じですね。そうすることによって次起きた時にここで分かれてるから違う分け目に変えたりとかすると、ふんわりとしやすい感じのね、はい、ヘアスタイルになっているかなと思いますので、3つの方法でぜひ皆さんお試しいただければなと思います。はい、はい、今日もね、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。これからもね、皆さんが綺麗で可愛くなるような、動画を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。あとベルマークもね、ポチッと押しておいていただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。しっかり。